ラジオは、RKB 毎日放送が運営している、AM ラジオ事業部門の故障である。JRN シングルネット局、聞いててよかった、をキャッチフレーズとする。RKB ラジオの中継者スナッピー24時間放送を実施。月曜1時30分5時休止。5時に放送開始。生放送番組は、RKB 放送会館1階の、 スタジオキャンピングカーのナッツももじ浜スタジオを使用することが多いが2017年4月より天神地区のきらめき通りにサテライトスタジオ山陽ペイント天神きらめき通りスタジオを開設し一部番組をここから放送している AM ステレオ放送は福岡本局の1 9 9 2年4月1日の2010年5月30日に実施 翌5月31日より、従前のモノラル放送に戻ったため、九州地方の最後の、a m ステレオ放送実施局だった。ラジオカーの愛称はスナッピー。1975年にスタートしたもので、長年にわたる福岡、博多の文化への貢献が認められ、2017年に、博多町人文化勲章を受賞した。イメージソングは、宇佐も京一の、そこにあるラジオ。 毎年秋に開催されるイベント、RKB ラジオ祭りでは、出演者全員でこの曲を合唱するのが定番になっている。2016年のラジオ祭りにおいて、宇佐本及び主要番組のパーソナリティによって、歌唱された、当楽曲の CD が発売された。2011年4月22日より、ラジコの試験放送を開始、10月24日本実施に移行 ラジコプレミアム配信大賞。2021年12月6日に配信にエリアを佐賀県に拡大。2016年3月28日13時に FM 保完中継局の本放送開始。この FM 開局を記念し、KBC ラジオと共同制作で、熱、ラジ。が2曲同時制放送された。2016年9月2日、福岡。 佐賀、長崎の北部、九州及び山口各県のコミュニティ f m 系1 1局と災害時に情報を相互に融通する連絡網となる北部九州山口災害情報パートナーシップを締結し同日よりスタート。なお各社は災害時 RKB ラジオがまとめた災害の総合的な情報と各 FM 局が 現地の被害状況を伝える生の声を保管し合うこととしている。RKB は MBS ラジオと資本関係にある。このため RKB ラジオ制作の JRN 全国ネット番組は関西地区では MBS ラジオ経由で放送される場合がほとんどだが野球中継については RKB ラジオ制作の中継カードが MBS ラジオ経由で放送されるのは月。 金のみで、その他曜日は朝日放送ラジオ経由で放送されている。2012年9月まで放送されていた日本列島ホット通信は、関西地区では朝日放送ラジオ経由で放送されて、おり、毎月最終週の JRN 各局アナホットニュースでは、RKB アナウンサーの声が朝日放送ラジオ経由で、朝日放送テレビアナウンサーの声が、 RKB ラジオ経由で各々流れていた。RKB ラジオは JRN 単独加盟局であるが JRN 単独加盟の他の地方局と同様に NRN 制作の番組も一部放送される。アニラジに関しては2015年3月まで上坂すみれの乙女ムジカと林原めぐみのハートフルステーションなどのネット歴があった。 その後2019年10月からは、角間愛と、種崎厚美の地カッパ真剣、と、山田マリナのかしこまりり、のに番組が新規にスタートしている。かつて、文化放送などと共に、スジャータの自宝 CM が放送されていたツボネの一つ、2013年1月1日からサークル系サンクスに切り替わった。 2014年4月1日からは曜日ごとにスポンサーが付く形になっているが、スポンサーがない曜日は独自のジングルが使用されている。午前5時前から曜日のスポンサーが変わるようになっている。時報音は独特のメロディになっていて、正時のタイミングで、それに被せるように、ポーンという音が出る。その他、日曜の放送休止時間帯であっても、 福岡や九州に台風が接近した際はクラシックを中心とした音楽を週夜流しながら情報を挟むか同じ週夜放送であってもパーソナリティや情報キャスターを当てがって音楽を挟み込みながらの報道特別番組を編成することもある。自社制作番組平日早朝平日朝、平日午前平日昼。 平日午後、平日夕方、平日ナイターオフ、平日夜、金曜日土曜日日曜日、その他ふとジワ RKB、毎日放送アナウンサー。ありがとうございます。